では、チューブで、ね、チューブを使っていきましょう。じゃあ葵さん1番で高田さんは2番を持ちましょうか。はい、はい、そうですね、これも強度あります。私3番ですか。体つき的には3番ですね。123、これチューブの強度あります。でチューブの強度間違えないようにね、できれば背中やったことない方ならまず軽いのでやっていただくといいと思います。でない方はこの引く動作だけでも違うと思います。ではまず足にチューブをかけていただきます。その時にそうね、チューブのできればたわみをなくします。ちょっと引っ張られる形で、引っ張りすぎてもダメなんですね。引っ張られる形で行います。では今度上体がまっすぐのまま股関節だけ曲げます。丸めないで股関節だけ曲げます。じゃあそのまま胸を張って膝をあまり曲げすぎないようにして後ろ肘と肩甲骨内を近づけます。そうですね、ここで止めます。ではゆっくり戻します。じゃあ引きます。ギュッとしたところで止めます。はい、戻します。これ腕で引かないようにできれば小指、薬指、中指の方で握って引っ張っていただくと腕じゃなくて背中使います。で戻します。後ろ肘で引っ張る感じでグッと後ろ肘で引っ張ります。じゃあ戻します。あと5回いってみましょうか。1、戻します。2、そうですね、上体を起こしすぎないでいきます。3、ゆっくり戻します。4、はい、もう1回いきましょう。5、はい、OK です。もう高田さんが歯が入ったわけです。これトレーニングやってる方でも肩甲骨を動かすっていうのは非常にきつい運動です。はい、では次はですね、今肩甲骨の間を鍛えました。今度は先ほどアイソテンションの方でもやりましたけど、肩甲骨のちょっと外側ですね、外側を鍛えたいと思います。では、高田さん後ろに行きましょうか。では葵さんこっち向きで行きます。では、チューブを持っていただいて上に上げます。で少しですね、これたわんだ形よりはそうですね、軽く内側はそうです、このぐらい持つ感じですね。じゃそのまま胸を張ったまま、後ろ肘と肩甲骨を近づける感じでぐーっと後ろに引きます。ぐっと、そうですね、じゃあここまでで OK です。じゃあ戻します。上に伸ばして、じゃあ後ろ肘と肩甲骨を近づけるイメージでいきます。そうですね、でそれを繰り返しましょう。伸ばします。はい、ぎゅーっと、今ここ閉まってます。はい、伸ばします。はい、ぎゅーっといきます。じゃあ葵さんこっち向きでいきましょうか。こっち向きでいきます。そうね、はい、ぎゅーっと引きます。はい、筋肉動かしてると気持ちいいって感じませんか。どうすか、気持ちいいですよね。はい、ぎゅーっといきます。これ痛いんじゃなくて気持ちいいです。痛いんじゃないです。戻します。はい、あと2回いきましょう。ギュッと伸ばします。はい、もう1回いきましょう。はい、いいですね。2人とも疲れてますね。はい、じゃあちょっと肩楽にしましょう。少し肩落とします。